はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エッティブログです。私たちはドイツにいます。めちゃくちゃ天気いいです。見てください、この天気。ラッキーだよ、ラッキー。今日は今からスーパーに行って夜ご飯を買いたいと思います。ドイツの夜ご飯です。はい、今日はシュテッカルフィッシュを食べます。なんだっけ、日本語で言うとスズキ、なんだっけ、魚、あのスティックの魚あの串魚、あのぶっ刺してだから鮎みたいなやつだよね。鮎のもっとでかい魚だけど、そう、レナのお家に来るといつもね食べる魚料理があって。そうだね。でもまあドイツの家庭料理って感じなんじゃない。いや、この地域のものだよ。ああ、ミュンヘンの。それめちゃめちゃ美味しいんで。でお店はあの週1回しかやってないから、うん、今日はやってるはず。だから家の近くにトラックで来るんだよね。でそのトラックで買うという感じで、今から注文して後で夜になったらもらいに行きたいと思います。見てください、この周りの景色。これ可愛くない？あ、マスクしてる人形、木の人形がマスクしてます。まあ、でも皆さんドイツの街中ではほとんどマスクしている人はいなくて、はい、もうほぼほぼ普通の生活に戻ってます。はい、見てくださいこれ、車だね。もうこれが全てですよ。これは全てって言っているのかな。この可愛らしい家、ドイツって感じのこういう家。あそこにペトロステーションがあります見えるかな。あ、ちょっと遠いかもしれない。めっちゃ高い。ディーゼル2ユーロ、ガソリン、廃屋とかも2ユーロかな。全部2ユーロ台。あ、ちなみにここにあれがあるよ。あ、本当だ、テストステーション。あ、こんな場所にあるんだ。そう、 PCR 検査ができるかどうか。はい、今説明されたけど日本に帰るためにここで PCR 検査が受けられます。パスポートナンバーがついてる英語の証明が書いてあるやつもここでもらえます。あ、値段は聞いてない。65ユーロ。お、高い。意外と8000円ぐらい。ああ、それぐらいはする。でもすごいね、街中にこういうさ、この仮設の PCR 検査が受けれるところね、ここで。あの PCR だけじゃなくてそれ以外の検査がいろいろあるでしょ、うん、あのめっちゃ安いやつ、うん、あるね。だいたい正しくないやつ。あ、だからこういうふうにあるんだ。どこにでも受けれてる。でそれをポジティブになってから PCR 検査を受ける。ああ、なるほどね。ちゃんとした検査を受ける。そうそう、エントリーテストみたいなのがこういうところで街中いっぱいあるってことは。うん、そう、あるある。まあ日本とは違うよね、こういうところが。でここは一番近いところで、そうだね、ちゃんと PCR も受け入れるので帰りは OK。 なるほどね。ありました、これです。こういう、おー、プレッツェル。ハロー。うわ、めっちゃ美味しそう。これがね、めっちゃ美味しいの。このプレッツェルもめっちゃ美味しそう。プレッツェル、これは18時から超美味しそう。ダンケ。オッケーですか。タカが分かったかな。いや、分かんない。いや、分かんない。あの6時に予約したことは分かった。そう、6時に4つをもらってプレッツェルもそれまでなくなるよって言われたから1個買いました。あ、だから車のトランクに入れてくれた。そう保管してくれた。じゃあ今からはちょっとスーパーに行ってまた家に戻って後でシュテッカルフィッシュをまた紹介します。そうですね、楽しみです。はい、ということで6時になりましたので。そう、6時過ぎたよ、もう4分過ぎ。魚を取りに行きます。素晴らしい村だよ。別に村は悪口じゃないからね。そうそう、素晴らしい村だ。俺もだって村出身だしね、もともとで言うと。そう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 。なになに、大丈夫だよ。あの村出身の割になんか虫にすごい怖がってるね。そ う, そ う, そ う, そういうことです。ライオンインサイド。あ、いや、いや、熱々ですか。そう、すぐに食べると美味しい。うわ、めっちゃいい匂いする。やば。これあれだね、あの日本でいうと鮎の塩焼きのもっと大きな魚バージョン。この炭火でめちゃめちゃカリカリに焼いてあって超美味しそう。ちなみにお値段 100g あたり 2.6 ユーロ。今45ユーロ払ったよ。
あ、意外高い。45ユーロってことは5000円超えてるね。1匹1000円超えてるってことだね。あ、でもプレッツェルも入ってるもんね。はい。ダンクシュン。ゲットしました。そう、めっちゃいい匂いする。ちなみに今日買ったこの魚、ドイツ語だとマクエレ。日本でいうなんだろうね。でもでかいからスズキとか、あ、サバなんだ。サバなの？サバらしいです。サバの塩焼きだね、だったら。なんか今気づいたことがあってさ、はい、こう、YouTuber、掃除してるYouTuber みたいにさ、このカメラを向けてこうやってやってるじゃん、うん、周りから何こいつだっていう目で見られるんだけど、めっちゃ見られる。あれかな、まだまあこのレナの住んでる町は YouTuber に慣れてないのかな。いや、それは YouTuber に慣れてないし、あとめっちゃうるさく変な外国人の声で叫んでるからそっか、ドイツ語でもないからか。めっちゃうるさいよ。ということで帰ってきました。はい、今から食べます。見て、Oh, they are really big and really tough. Whoa, 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 whoa. Oh, thank you, Shen. Papa がビールを入れてくれました。ビール。Ah, okay, but it's kind of small. レナの顔とか超でかい。はい、これも。ありがとう。グーテンアペティ。グーテンアペティ。いただきます。いただきます。ゼアグー。私のビール出て出ましたけど。ジュンケルビアだね。黒ビール。ああ、これ美味しい。うまい。Very good。これめっちゃ美味しい。あ、うま。めっちゃなんか甘い、甘くて濃い。うん。見て見て見て。美味しい。めっちゃ綺麗に取ったよ。見て。すごいじゃん。うまそう。めっちゃ脂乗ってるね。うまいですか？うん。じゃあ、あれか。はい。日本人もさ、こういう一本魚があるの、うん、ってママが聞いてたよ。むしろ日本のがあるよ。絶対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 。そっか、アユとか食べたことないのか。日本で。いや、なんかもう全部、もう出したタイミングでもう全部骨が取ってあると思う。あー、そういうことね。いや、全然そんなことない。うん、はい、すごい。なんか漫画じゃない、これ。こう、あー、そうだね。そんな漫画じゃ。で、プレッツェルをちょっと食べてみよう。じゃあ、うん、大丈夫。うん、これはめちゃめちゃうまい。ツヤレカだね。フィッシュ、せやれか、いい感じの脂が乗ってて、でも脂っぽすぎないって、うん、ね、うまっ、うん、あ、で、うん、周りがちょっと焦げついてて、ね、焦げの風味もして、超美味しい。これはビールが進むね。でもなんか魚をさ、フォークで食べてるのが違和感がある。箸じゃん。箸欲しい。箸、はい、ね、ちゃんとした箸があります。ママがお寿司を手で食べるけど、うん、パパが箸を使ってる。これ魚めっちゃ量多かったじゃん。いや、意外と食べれる。え、すごい。え、残すつもり？これ食べる？つもりじゃない。食べますよ、だったら。え、余裕？余裕。うん？ドイツ語でなんて言うんだろう、余裕って。わかんない。Das war gibt zum Deutschen。美味しい。終わっちゃった。めっちゃ美味しいでしょ、このビール。めっちゃうまい。やっぱドゥンケルビールとバイスビアはうまい。うん、ドイツの、うん、白ビールと黒ビールですけど、日本で出してる黒ビールとはちょっと桁が違うぐらいこっちの方がうまい。めっちゃあれ度数が高いよ。あ、そうなの？で、ビアは自分もらえる5%だ。いや。7% あるの？ザッ。ザッ。ザッ。あ、I'm full. Yes. ザッ。7.3 アルコール。うん。7.3。すごいね。強いね。7.3。アルコール強いけど、そのアルコール臭さとかがないからさ、そんな強いから、ね、強く感じないよね。フレーバーが強いから。これはパパの。お、マグナムだ。
私の一番好きな味だよ、これ。これね、めっちゃ美味しいの、このマグナムってやつ、うん、ちょっと高いけどね。ラズベリーヨーグルト。皆さん、ぜひヨーロッパに遊びに来た際はマグナム、ヨーロッパのどこに行ってもどこでも売ってるんで、ちょっと高めだけど、なんかね、ハーゲンダッツって感じ、日本でちょっとハイ、ね、ハイプラ、ハイクオリティなアイスで、そうそうそう、値段もハーゲンダッツぐらいだと思う。美味しいですか、マグナム。美味しいです、ヨーグルト味の。これね、このマーク M、マグナム、フレッシングアイス。はい、ということで、今日も美味しくいただきドイツの夜ご飯いただきました。はい、バーバリアの夜ご飯だね。うん、そこら辺、そうってことはね、この地域で食べるめちゃめちゃ美味しい魚。バーバリアかバイエルンか。バイエルンだと思うよ、日本語で。そう、日本語だとバイエルン、バイエルン、ミュンヘンがあるところですね、バイエルン。まあ、ミュンヘン中心としたバーバリアって言います。カマガンツクトということで、カマガンツクトん？ Auf? Aufhören? Kurz? Ja. Alles lautes? 何？OK、はい、はい、はい、ということで、ね、この動画をここで終わりにしますママがゆっくり片付けてる後ろでなんかうるさいって言ったけどはい、この動画多分ね、ママね、YouTube に向いてるよそうそうだよ、本当は。どんどんママをね、YouTube に引っ張り出してね、ドイツにいる間にいろいろ撮りたいと思いますので。 Das ist ganz schön laut! レナと一緒だよ、顔がレナの顔と一緒だよ、今の顔。Du kannst gleich hier aufräumen. OK? はい、この動画をここで終わりにします。楽しかったなら、いいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。